はい、本日はですね、こちらノースフェイスのクラウドジャケットをご紹介していきたいなと思います。まあ、以前からね、このノースフェイスのクラウドジャケット紹介してっていうお声結構いただいてたんですけども、僕も結構ノースフェイスのマウンテンパーカー買いまくっててご紹介してるんですが、もうこうなったらね、何が何か自分でもほぼわからへん。あのハンガー見てもね、これ何のジャケットやったかなみたいなのがいっぱいあるんですよ。だからこれもパッて見てもね、いやほんまにそれがクラウドジャケットですかってもう分からへんくなるじゃないですか。視聴者の方も多分見てて分からへんし、僕自身も喋ってんねんけども、これ何のジャケットやったかなと思いながら喋ってる時も若干あるんですけど、このねクラウドジャケットをご紹介していこうと思います。なんで皆さんからのお声が多かったかというと、まあゴアテックスというね、まあハイテクな機能を使ってるのに、なんと3万円以下で買えるゴアテックスってノースレスの中でもほんまに 1,2 点しかないんですよね。それがこれと、あのもう一個がね、マウンテンレインテックスって、まあ以前ご紹介したことあるんですけども、まあ、それとこれぐらいで、よく比較されるのが、あの大人気のこちらクライムライトジャケットも比較されるんですよ。これとそっくりやのに、なんか値段が若干違う。このクラウドが確か29,700円ですね。まあ3万円ギリ切る。もう3万円出したら300円チャレンってお釣り返ってくる。いや、せっかくちょっとお小遣い貯めて3万円払ったけど、もう300円のコインが3万円しか返ってこないっていう、ちょっと悲しい現実があるジャケットにはなるんですけど、これが33,000円だから3,300円ぐらいこっちの方が高いんかな。なんでこれが高いのって疑問に思われる方も結構いらっしゃると思うので、そういうところでね比較されたりはするんですけども、まあとにかくゴアテックスの中で多分一番安いって言っても過言じゃないんですよ。ノースフェイスの中ではね、あの他モンベルとか言ったらもうこれ半額ぐらいのありますよ。だけどノースフェイスの中ではもうゴアテックス使ってるジャケット、マウンテンパーカーで一番安いのないって多分これになってくると思うんですよ。でまああくまでね、今定価の話しましたけど、これ僕購入したのがもうセールで買ってるから2万円前半ぐらいで購入したりしてるんですけど、このクライムライトジャケットはもう定番中の定番やから、結構人気があって売り切れちゃうようなアイテムやけど、クラウドに関しては結構残ってるねみたいな感じなんですけどね。別にそれはそれで悪いジャケットじゃないんやけども、このジャケットはもう一番最安値のゴアテックスとしてやっぱ入門編的な位置づけになってるんかなっていうのをね、この動画見てもらえればわかるんじゃないかなというところで、まあ今日の流れとしてはですね、まあこのクラウドジャケットの外観とか見てもらったり、やっぱり大きく違うところってあるんですよね。他の3万円超えるジャケットではこういうのがあるのに、こっちにはこういうのがないよねみたいなところがあったりするので、まあ、その辺をパーティー見てもらって、で次にデメリット、まあ、何をもって悪いっていうのがちょっと人によって違うと思うんですよ。3万円以下で買えるんやったら正直デメリットないっていう人もいてはると思うし、いやいやとは言いながらこれ3000ケチってこれかいっていうところもあると思うので、まあその辺はちょっと軽く話して、でその次におすすめの人、まあこういう方にはむしろこういったクライムライトジャケット、定番の3万3000じゃなくて3300円抑えてでもこっちの方がええんちゃいますかというところの、まあ、ジャパネットみたいな感じの喋り方してるけども、ジャパネットみたいな感じ方 してるけども、まあそういうね感じのお話をして、最後サイズ感でおしまいにしたいなと思います。だからまずは最初形から見ていきましょうか。はい、ということでインサートの方に来ました。まずこれがほんまにクラウドジャケットなんかっていうのをちょっと見ていきましょうよ。これちゃんと書いてるの見とかんとね、はい、クラウドジャケットって書いてますね。ブラック L サイズ、はい、29,700円、これしっかりありますね。しかもゴアテックスであるというタグもちゃんとついてますので、これはご安心くださいというところで、まず外観パッて見ていきましょう。まあ結構マウンテンパーカーの形としては結構シンプルな感じかなと思います。っていうのも、まあポケットがね両サイドにこうやってジップ付きでねありまして、こっちももちろん、両サイドありますと。で裏側は、まあ、こういったメッシュじゃなくてね、ちゃんとこういう防水の生地が使われてますので、まあ、この辺はポケットに物を入れたとしてもビチャビチャになるような心配が少ないんじゃないかなと。で胸のポケットもあるんですね。でここには収納袋ついてますね。よくまあノースフェイスがあると思うんですけど、この収納袋ありますよね。で僕の動画よく見ていただいている方はご存知ですよね。ここの縫い目のとこめちゃくちゃ破れんのよと、すぐ破れるから気をつけてねっていつも言ってるんですけど、まあ、この辺はいつも通りの仕様になっております。そして袖口はね、もういつも通りの定番でさ、ベルトでやってギュッて自分のサイズに調節するけども、ここにゴムが入ってるからベルト閉じた状態でも手が入れやすくなってますよなんていうのが両サイドになってます。で特にベンチレーションとかはなかったりするので、まあ、本当にシンプルにポケットが両サイドにあって、胸にも1箇所あるという計3箇所と、これ気になる人おるんかな、胸のところのね、ノースフェイスっていう書いてあるロゴ、これが映像を見てもらって分かるかもどうか分からないんですけど、刺繍じゃないんですよ。テープというかシールみたいな感じになってるので、これはちょっと使っていくうちに剥げる可能性はありますね。で裏側見ていきましょう。まあ裏も特に変わりってないですわ。特にポケットがあるわけでも何でもなく、まあ、この同じく裏側もね、ノースフェイスが刺繍じゃなくてシールになってます。ほんでメインのとこをねガバッと開けていくと、まあ、このねグレーのね防水のフィルムがね貼ってたりするんですけども、そういうのが貼ってあって、ちゃんとシームテープもついてて、まあこれはまあゴアテックスのいつも通りの仕様ですよね。特に変わらんかなと思います。ただね1点気になる点が、このポケットの時もそうやし、このメインのとこのジップもそうなんですけど、これ止水ジップじゃないんですよね。
やからさっきもポケットの時にあえて言ったんですけど、完全防水ではないんですよ。なのでね、このポケットに例えば物入れてて携帯入れてて絶対濡れへんかって言われたら、このジップのとこから水が入っていく可能性はもちろんあると。まあ大雨とかね、そんな台風レベルやったらありえると思うんですけど、それがないようにこうやってフラップをね上から重ねていくっていうような感じなんです。フラップを上から重ねて濡れんようにしてるんですけど、まあ、この仕様がね原価を抑えるために必要やったんかもしれません。止水ジップをあえて使っちゃうと、まあ、クライムライトと変わらないんで、こっちのタイプはね止水ジップ使われてるからもう絶対に水が入らへんようになってて安心できるんですけど、まあ、クラウドジャケットはねそうじゃないのでね、まあ、フラップでちゃんと抑え込んでるというような仕様になってますね。はい、ざっとね、まあ大まかな外観とか見てもらったかなと思うんですけども、このクラウドジャケットの特徴ってもう何っていうと、まあ、圧倒的なコストパフォーマンスじゃないですか。3万円以下でゴアテックスのノースフェイスのジャケットが買えるってなってくると、もうこれかほんまにマウンテンレインテックスしかないで、しかも両方ともこういうのが刺繍じゃないんですね。だからどっかは省いてるんですよ。こう完璧なジャケットとは言い難いけども、まあ、ほぼほぼ完成はしてるし、まあ、完璧を求めへん人ぐらいにはねちょうど栄養のジャケットになってるかなと思うんですけど、まあ、それがどういうところにあるんかっていうと、まあ、まずは生地感ですよね。まあ、生地感がねこれ、まあ、分厚くもなく薄くもない生地感が採用されてるんですよ。つまりこれどういうことかっていうと、まあ、数値があるんですけどね、その数値が何っていうと、これ50デニールっていうんですね。これ50デニールっていうのは、まあ、どんなもんなんかっていうと、やっぱり冬とか秋冬使うって言ったら70デニールとかぐらいあったりするし、夏場とかいうんやったら、まあ、20デニールとかね、まあ、10デニールとかになってくるけど、そのちょうど中間ぐらい、50デニールっていう分厚さやから、まあ、真夏は無理やし真冬は無理やけど大体年中使えますよねっていうような生地感になってるんですよ。ちょっと春先のポカポカあったかい時なんかも上さって羽織ったりもできるし、逆に秋口とかでちょっと風が北風で寒くなってきて、やっぱ薄いペラペラじゃちょっとあかんなっていう時なんかはねこれ羽織ってあげればよかったりするので、まあ、ほんまに年中使えて、あんまり逆に言うと特化しないんですよ。めちゃくちゃ夏使えますぜとか、めちゃくちゃ冬使えるんですよ安心してくださいっていうわけじゃなくて、なんとなく全体使えるで、なんとなくどんな時でも使えそうな感じっていうのが、まあ、このジャケットの特徴になってるんでね、まあ、それはいいとこでもあるし悪いとこでもあるんですけど、まあ、そういった50デニールの絶妙な生地感を使ってると。じゃあ対してね、さっき見てもらったこのねクライムライトとかどうなんて言ったら、これ20デニールなんですよ。だから50と20やからだいぶこっちの方が薄いんですよ。半分以下の薄さになってるから、そう考えると、まあ、これは春夏秋使えますよと。だから冬は逆に言ったらもうこれは使えませんよねなんて言ったりしてるんですけど、まあ、こっちはほんまになんとなく全体的に使えますよねって、いつ使うの、うん、なんかよく分からへんけどなんとなく使えるねっていう。じゃあ冬場って使えるの、うん、まあまあ真冬じゃなかったらまあなんとなく使えるよね。じゃあ夏は、うん、まあ海とかの時は使わへんけどなんかなんとなく使えそうやんかぐらいの感じのジャケット、それがねクラウドジャケットになってて、そして次がね細かいところになんか廉価版のねアイテムというかその細部が使われてるんですよ。で廉価版って言ったらまあですね進化してるとかの逆ですよね。どっちかというとちょっと旧型っぽい感じの素材が使われたりするんですけど、まず一つ目何言って、まあ分かりやすく言ったら刺繍ですよね。ロゴが刺繍じゃないっていうことで、これシールやったら洗ってったりしたら剥がれる可能性はもちろんあったりする。でそれ以外にもさっき言ったみたいに止水ジップっていう水が入ってこへんジップではないんですよ。だから水が入る心配はもしかしたらあるかもしれない。他にはこれ生地がねパッて見てもらったら分からないと思うんですけど、だいたいマウンテンパーカーって言ったらナイロン使うんですよね。でナイロンって言ったら何って言ったら、もうこの世で最も王様のように強い生地がナイロンなんですよ。まあ、だからドラゴンボールで言うとこのブロリーみたいな感じでさ、ほんまにもう圧倒的な強さをもう示してるんですよね。それがナイロンなんですよ。ただこれで使われてるのはナイロンじゃないんですよ。この何使われてるのって言うと、まあ、ポリエステルっていう生地が使われてるんですけど、まあ、それもどっちにしても人工のね人が自ら生み出したやつなんですけど、そっちの方が若干強度ないんですよね。やっぱナイロンの方が強度あったりするけど、ポリの方が強度はないけども、まあ、リサイクルができたりとかペットボトルでリサイクルできるとかって、あれポリエステルなんですけど、まあ、そっちの方がコストかからへんかったりするところもあるし、まあ、ナイロンもそんなコストかからへんちゃかからへんねんけども、まあ、どっちにしてもちょっと廉価版なんですよ。だからそういうところで値段が下げれてるんですよね。その辺がまあこのクラウドの特徴かなと思います。でまあ実際ね着てみたいなと思うんですけど、まあこうやってね着てみてね、パッて人様から見て、あの人廉価版着てはるわクスッとはならへんじゃん。だって見てへんし、正直これが刺繍かどうかもわからんでしょ、この距離で見てても。だからあんま気にすることではないかなと思うんですけど、自分自身が気になるんやったらちょっとやめた方がいいかなとは思いますし、まあ、その辺がねまあこういうちょっと廉価版のところかなと思います。で次デメリットいきたいなと思うんですけど、デメリットがじゃあ何かっていうと、確かにノースフェイスのマウン
テンパーカーで一番安い、もうそれは分かりましたと、もう確実に安いから、もう初心者で買いたいんだけど何がいいのって言ったら、あ、じゃあもうクラウドにしといたらって言いやすいけど、もうちょっと待ってと、3300円変わるだけでそんな変わりますと、止水ジップこっち使ってるし、刺繍もやってるし、ナイロンも使ってるけど、たった3300円でこんなに変わるのってなってきたらですね、ちょっと割高かなというのが、まあ僕の個人的な感想なんですよね。だからまあそれはね、人によると思うから、ほんまに例えば別に止水ジップとか興味知らんし、これが刺繍であろうがシールであろうがどっちでもええし、生地がナイロンかポリエステルかどっちでもええっていう人からしたらね、この3300円で意味ないじゃないですか。けどそういうのが知ってはる人とか、生地とかそういうのをよく知ってはる人からしたら、3300円しか変わらへんのに、これちょっとなんか高くないみたいな感じでね、ちょっと思ったりするので、その辺が僕個人的にはそのコストパフォーマンスが決していいとは思わないんですよ、このジャケットがね。なので廉価版の割にちょっと割高かなというのが、まあデメリットです。でじゃあ逆に対しておすすめの人はどういう人っていうと、まあもちろん初心者っていうか、まあ洋服が好きやねんけども、あんまりそういう詳しいことちょっと よく分からへんっていう人なんかはね、別にこれの3300円の違いなんかないから、3300円浮くんやったらラッキー、ほなじゃあ嫁さんと一緒にパスタ食べに行こうぜっていけるじゃないですか。でそれ以外にもちょっと映画でも一緒に見に行かへんみたいな、ちょっと毎月石のつく日って1100円で見れるから、これやったら2200円で見れてポップコーンも買えるやんとかね、その3300円が有効的な使い方できると思うんですけど、まあ、そういったあくまでもこだわりがそんなにないっていう人はもうむしろこれでいいと思うんですよ。だってゴアテックス使ってるし、でそれでもって3万円以下やから、だからほんまに今ゴアテックスがすごいすごいって僕言い続けてますけど、それが何なのかと、よくわからない人からしたら何の話してんのと思うかもしれないですけど、分かりやすく言ったら、東京ディズニーランドに何に会いに行きますかと、誰と写真撮りたいですかって、絶対ミッキーとミニーに決まってるじゃないですか。それ以外もちろんいてますよ、僕名前知らんけどね、そんななんかアヒルみたいなやつ持ったりとかいろいろおるけども、みんな何を一番写真撮りたいのって言ったらミニーとミッキーなんですよ。もうそれと一緒、防水界でもう最も採用したい生地何って言ったらもうゴアテックスなんですよ。もうそれぐらいもう圧倒的な存在感になってるんですけど、まあそれが使われててこの値段やったら、まあ買っちゃおうかっていうのも全然ありかなというふうには思いますね。でそれ以外にもね、さっき、まあ、冒頭で言ったみたいに、僕がこれ購入したんてセールで2万2000円ぐらいで購入してるので、まあセールにもよく変わってるんですよ。そう考えると、最初は2万9000何本700円って言って3300円の違いなんですとか言って言ってたけども、いやちょっと待てよと、2万2000円で買えるってなってくるとちょっと話変わってきますよね。なんでかって、このクライムライズジャケットで3万3000円で人気ある色はすぐ完売しちゃうから、セールなる前になくなっちゃうって結構多いんですよ。だけどこのクラウドは安定して全サイズセールに変わってたりするんですね。おいおいおいと、そうしたら1万円も変わってくるじゃないかと。1万円も変わってきて、止水ジップとか刺繍がないとかナイロンじゃなくてポリとかっていうのは、1万円変わってくるとね、全然ありかなって、まあ個人的には思うんですよね。だって2万円前半で買えるんやったら、まあ、モンベルもね1万6000円とかで買えたりするから、モンベルよりちょっと高いぐらいかなで買えたりするんで、まあ、僕がね購入したのは下の概要欄に貼ってるんですけど、そう考えると結構お得感あるじゃないですか。だから2万円前半で買えるんやったら全然ありやけど、2万後半やったら、まあ僕個人的にはどうなんかなって、まあ個人的なね意見としては思ったりするんですけど、その辺がおすすめの人かなと思います。で、ね、まあ最後はサイズ化に行きたいなと思うんですが、サイズ化ね、こちら今回 XL じゃなくて L サイズや、すみません、 L サイズをね購入したということで、まあ今皆さんに、ね、着用動画見てもらってるかなと思いますが、サイズ感的には、まあ、L でちょうどかなと思います。ほんまに中とかはまだまだインナーも着込めそうやし、まあ、このジャケットの特性のなんかなんとなく毎年いつでも着れるみたいな感じに考えると、まあ、なんとなく中にパーカー着てみたりとか、なんとなく T シャツだけにしてみたりとかした時もまあまあいけんことないかなっていう感じなんで、まあ、普段着てはるようなサイズ感で、まあ、M サイズ着てはるんやったら M サイズ全然いいと思うし、あんまり上げる必要はないというか、上げすぎると次春先着れないでしょ。中インナー T シャツしか着てんからガボガボなりますせと。でも冬場はね、それはいっぱい着込むから上サイズ上げた方がええかもしれんけども、いやいや、まあ、なんとなくずっと着たいんやったら、まあまあ同じサイズっていうか、いつも通りのサイズでいいんちゃうかなというふうに思います。はい、ということでね、まあ、今回クラウドジャケットの紹介をしてみたんですけども、また近々ね、このクライムライトとこのクラウドとあとマウンテンレイテックス、どれも3万円ぐらいの定価なんですよ。まあ、それをねちょっと比較した動画なんかも作ってみようかなと思ってますので、また楽しみにしてください。ということで本日はですね、ノースフェイスのクラウドジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。